デフテックマイクロです。デフテックマイクロズライフスタイリング新企画ポッドキャストホットキャイっすよ。この番組はデフテックマイクロとその仲間たちが視聴者の皆様からのお悩みやご相談に真摯に答えていきながら、最後の最後にホットキャイっすよの一言で解決を図る、投げやりのようで決して投げやりではない、その人のことを思い語る励まし番組です。人生応援団団長マイクロと、そしてマイクロ YouTube ストラテジープランナーのハピオ、はい、今日はね、しっぽり、うん、はい、マイクロ別邸から二人っきりでね、はい、お送りしたいと思います、はい、ね、今回2作目ですか。そうですね、ポッドキャスト第2弾ですね。第2弾ですね、はい、こちらの二人でお送りいたします。今回はね、うん、早速本日一つ目のご相談は、はい、41歳絶壁ヘッズさん、いつも楽しいコンテンツをありがとうございます。最高、あざす。なぜあなたの作られる音楽は立体的なのですか。音の粒がしっかりして耳に入ってきます、うん、どのように音楽制作をされていますか、ということです。すごい、うん、すごいね、音楽が立体的、うん、音の粒がしっかりしてて耳に入ってくる、うん、狙った通り絶壁ヘッズさんのね、うん、感じていただけてるっすね、うん、うん、嬉しいっす、うん、これ心がけてますね、うん、やっぱりこうずっとなんだろうな、プロデューサーさんやディレクター宗像町にも、自分たちがこうやって音楽作ってる時に心がけてるのはやっぱり飛び出す絵本とか、うん、やっぱ 3D の昔映画で赤と青のさ、うんうんうん、なんかこうサングラスかけて、うんうん、キャプテンイオーとかもそうだけどさ、うんうん、ああいう映像を見てる時にこう飛び出してくる音とかあるじゃん、うんうん、映画館で、はいはいはい、まあああいうのをこのデフテックしかり、マイクロソロしかり、自分が手掛ける音楽に関しては、うん、なんだかこうアミューズメントパークにいるような、うんうん、ね、でこう絵本を開いたら飛び出してくるような、うん、そういうこう、そういうのはすっごい心がけてるね。あとは全く波の音を使ってないのに、僕が作る音楽はやっぱり波の音がしたり、海を感じたり、うん、南の島に行けたりっていう、うん、そういう成分をなんかこう、うん、ここ最近は長ちゃんとね、うんうん、どっぷりこう制作に入ってる中で、そういうのすごい2人とも意識して作ってますね、うんうん、なるほどね、うん、ね、ですね。もう本当その通りだと思いますよ、うんうんうん、特にあのこれはお悩みとかではないので、はい、あのほっとかないっすのけから、はい、全然音楽に関してはほっとかないんで、うん、僕、はい、ほっとかないっていうパターンでね、うん、ほっとけないよ、あ、ちょっとピッチ悪かったです。ほっとけない、違いますね。ほっとけないよか、うん、怪しいな俺、はい、これちょっとあのオリジナルあのジングルジングルでね、サンプルして僕がボタンを押してほっとほほほほほっとけないよになりますね、これからは。今後ね、もう作りましょう、それもね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、それでは2人目、うん、2人目、40歳浦部裕二さん、うん、今年はデフテックかソロでアルバムを出してほしいです、うん、そしてサーフィンしてるのになんでそんなに肌が綺麗なんですか、うん、どんなスキンケアをされているんでしょうか。おお、ありがとうございます。今年はデフテックかソロでアルバム、うん、まあ、今時代アルバムをちゃんと聴いてくれるかなっていうのはあるので、うん、あのやはり一曲一曲魂込めて、あの自分たちが今必要とする、うん、自分たちもですけど、みんなが本当に必要とするメッセージをあの詰め込んだ楽曲をリリースしていきたいって思います、うん、はい、あとはサーフィンしてるのになんでそんな肌が綺麗、だからサーフィンしてるからじゃない、うん、むしろ海水と太陽を浴びて、うん、みんななんかこう太陽はさ、うん、ね、こうスキンケアというかこう肌荒れとはなんかこう対照的に、うん、ね、色白じゃないと肌きれいに保てないとかって思ったりすると思うんだけど、うん、いやいや、むしろ今ね、このウイルスたちに何が効くって、ビタミン D だと、免疫力を高めるためにはやはり日光浴をする、太陽を浴びるってことが今見直されてますよ、うんうん、なのでね、冬の時期とかってなかなか太陽に当たれないから、だから冬ってこう風邪ひいたりすると思うんだよね、うん、夏風邪もひくけど疲れすぎてたら、なのでそうですね、やっとこの冬あの肌が荒れてきたから、あのオイルを使ったり、うん、あの敏感肌用の乳液をいただいて、それを
お風呂上がりにつけたりはしてるんですけど、そんなに今までやってこなかったかな。あの日焼け止めもほぼ塗ったことないし、はいはいはい、遺伝って言っちゃうとそれまでだから。でもね、中学の時はニキビ面で結構悩んでましたよ。そうだったんですね、うん、へー、うん、だからなんだろうな、そういう意味ではやっぱり心の方が大事なんじゃないかなと思うね、うん、気持ちいいな、うん、やっぱメンタルが沈んだり、ね、心にがね、心の病をかかってしまったら、その、うん、肌荒れっていうか、うん、心が荒れてくると肌も荒れてくるかなって思うんで、うん、そうですね、確かこう痒くなってきたりね、ちょっと荒れたりカサカサしてね、あ、するする、もともと僕アトピーなので、うん、ちっちゃい時から、うん、小児アトピーで悩んでて、うん、でそれで父母が海にたくさん連れてってくれたおかげでアトピー治って、うん、っていうのもだからサーフィンのおかげですね。 なのでこれに関してもほっときませんってことでまあでも俺はほとんどスキンケアしてないんでほっといてきましたよ。だからそういう意味では海に行こうって感じですよ。サーフィンしよう、海水に、うん、一番ので、ここ最近海にね、なかなか行けてないから肌荒れてきた体、うん、なるほどね、行くと良くなってくるってことですね。良くなる、ツルツルになってくる、うんうんうん、まあなのでそんなに肌について意識しないできたっていうことで、うん、ちょっとほっときゃいいっすよ、うん、ちょっとほっといてますで最近ケアしてますはい、なるほどね。続いての続いて、はい、41歳三浦翔平さん。これ年言う必要あんの？年、あ、そ、一応年齢も、名前、年齢からいくとなんかがっかりしない？ちょっとそうっすか、名前言って年にしてあげよう。あ、名前言ってね。そう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 、わかりました。年先だとなんかガーンってきちゃうから分かりました、はい、その辺ほっとかないよ、はい、三浦翔平さん41歳、うん、はい、三浦翔平さん41歳、はい、いつも面白くおしゃれでかっこいい企画ありがとうございます。発表のおかげです。いや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 、え、いつかどこかでお会いできたら話しかけていいですか？あの、ずうずうしくなければ OK です。あの、ファンの方になんかいろいろ指図されるの僕嫌いなんだなっていうのがよく最近分かったんですよね。なんでこう、ファンの方大好きなんですよ、うん、デフテックのことを好きな人は大好きなんです。大切です。なんだけれども、うん、あの、こういう風にしてもらっていいですか、こういう風にあのピースしてもらっていいですか、うん、なんか変顔してもらっていいですかって言うとイラッとするんですよね。なんでなのかなと思ったら、こう人に指図されるのが嫌なんでしょうね。なのでなるほど、ね、はい、確かに、まあ同じポーズ取って撮りたいみたいなのはありますよね。そう、こういうポーズしてもらっていいですか、うん、あのサインしてもらっていいですか、うん、これもお願いできますか、こうしてもらえますか、ああしてもらえますかって、なんでそんなに言われなきゃいけないんだろうと思っちゃってきたんですけど、今年これはちょっと克服したいと思います。ちょっと、はい、なんか言われた通りにしようかなっていう心がけあるんですけど、すぐには僕変われないと思うんで、あの、あまりにもこうグイ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 土足で入ってこられると、あの、ほっとけなくなりますね。ぶっ飛ばしたくなりますね。なるほど、はい、なので翔平くん、ぜひあの、はい、お会いしたらね、うん、うん、あの、全然話しかけてくれていいのですけど、うん、ちゃんとなんて言うんだろう、なんかいい話しかけ方っていうか、唯一のこう、うん、マイクロさんがね、うん、受けて、うん、スッと入っていけるのってなんかあるんですか、こんにちはみたいな、うん、だから、なんか慣れ慣れしいのとずうずうしい人が嫌いなだけだから、うん、なるほど、うん、ちゃんとそこになんかね、うん、一線こう、あの、みんなはこう僕のこと知ってくれてるかもしれないけど、僕は初めましてだったりするじゃない、うん、うん、そうっすね、っていう、僕自身が心を大きくしなきゃいけないんだけど、もちろん善意を包み込みたい、うん、だがずうずうしいやつはダメなんだな、うん、俺がそういうやつじゃないからかもね、うん、人にそうやってずうずうしくガン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 いかないから、うん、それやられちゃうと打って、だからマイクロだからデフテックだからじゃないかも、西宮ゆうき、僕はそれが嫌なのかもね、うんうん、そういうことです、ね、うん、なので翔平君、全然あの敬意をリスペクトを持ってね、うん、話しかけてくれる分には全然大丈夫です、うんうん、はい、なのね、また翔平さんから、今ご自身が一番熱くなれるものは何ですか、なるほど、うん、やっぱ目の前に今やるというタスク、うん、課題をに一個一個挑戦しつつね、全てやっぱ磨きかけていきたい。だから音楽制作って言ったらそれが一番熱くなってるし、うん、YouTube のねコンテンツを作るってなったら、うん、この企画一個一個やっぱ熱くなるし、うん、ダブスト、もうこれも僕の一生かけての情熱ですし、うん、マイクロソロ、これも本当ね一生のライフワークですし、うん、サーフィン、ゴルフ、釣り、
もう何にしてもこう一個一個なるほどね、めちゃめちゃ熱くなれるものありますね。ある、うん、全部熱くなってるはずなんだよ俺、うんうん、だからこう目の前にあるものに一生懸命になるってことじゃない、うん、それがなんか別に地味なことでもいいんだよ、うん、誰も見てなくてもよくて、うん、今から絵を描くでも今から小説なんか練習してみようとか、うん、なんかやっぱり挑戦の先じゃないかな、うん、その挑戦が一番熱くなってるかもしれない、うん、もう何々ってよりは、うん、やることにチャレンジすること、うん、ダンスもそうだし、うんうん、そうね、うんうん、ヘアスタイル一つとってもそう、うんうん、自分が身につけるものファッションに一つとってもそうじゃない、うんうん、自分となんかかっこいいから俺最近買うっていうことじゃなくて、やっぱり素敵な先輩、おしゃれな先輩の展示会に行く、うんうん、その先輩のね着てる洋服やライフスタイル、それをこう自分なりに吸収していく、うん、その時もやっぱり、ね、一生懸命熱くなってるし、そういう自分とのその物語があるやっぱ洋服を今ゲットしてるしね、うんうん、そういう意味では洋服も熱くなってるし、うん、自転車もそうだよね、うん、Eバイクもゲットしてその凄さを味わいたくて鎌倉まで行っちゃうとかさ、うんうんうん、だから確かに挑戦ですもんね、うん、一つ一つなんじゃないかな、うん、なので今回もこれはほっとけないっすほっとけないよあちょっとだんだんピッチ合ってきましたねなかなかほっとけないっすよ来ないですね、うん、ほっとけないっすね、うんうん、まあ、じゃあ次行きましょう、はい、いぶきさん、うん、17歳、この方あれじゃないもしかして、うん、そうなんですよ、この間、うん、居酒屋マイクロで松葉ガニ当てた子、そうです、そうです、おーすごいすごい親孝行だね、17歳で松葉ガニ当てたらね、そうですよね、喜んでくれたんじゃないかな、ね、ご家族で食べたということで、ね、はい、はい、何事もひたむきに頑張れる方法とかありませんか、うん、うん、ちょっと悩みなんですかね、さっきの話とちょっと近いけどね、うんうん、何事もひたむきに、だからそういうことだよね、目の前の一つ一つを一生懸命、うん、トライする、間違ってもいいから失敗してもいいから、あの持続力とかね、うん、継続力っていうのは楽しかったら続いちゃってるから、うん、そんなものはね、あの本当は継続力とか持続力とかってね後付けなんですよ、うん、ご飯食べるのにご飯を継続して食べるにはどうしたらいいですかって、当たり前に食べるでしょ、うんうん、食べたくなったら食べるじゃん、うん、継続とか持続じゃないじゃん、うんうん、だからひたむきに頑張れる方法っていうのは、うん、あといぶきさんが自分でまず決めるってことだよね、うん、決心するってこと、これをやると腹を決めるってことが、うんうん、一番頑張れる方法じゃないかな、うんうん、自分でグッと腹を決めて覚悟する、うん、決めるっていうことだね、決めてから物事にちゃんと挑戦していく、うんうん、そのことに頑張るという、確かにね、うん、ただやるっていうことだけではなくじゃない、うん、ただやればいいなんていうのは何も成長しないよね、うん、それは後付けにもならない、うんうん、素晴らしい、そう、そう、最初からやっぱりなんていうの、目標もあまりね、目標高すぎて最初からやると結構目標倒れになったりするけど、うん、やっぱりね、徐々に徐々に上げていくっていう自分の性格もあると思うよ、うんうん、自分をある種ね、うまく騙すってことも大事なんだよね、うん、こういう性格だから自分を騙してなるべく目標設定を低くしながらどんどんこう上げていくと自分が伸びていくタイプとかさ、うんうん、でもあと俺の場合は頭から絶対日本一になるとか決めて、うん、ぐーっとスタートしていくと、うんうんうん、何も始めてないのに始める物事に対して絶対世界一になってやるとかって思って俺は頑張れるタイプだから、うん、だからそういう意味でこう自分をうまく頑張れる方法を自分なりに、うん、自分の脳みそ、自分のことを上手に騙してあげる方法を見つけれるといいよね、うんうんうん、そうっすね、そうそう、だから3日坊主を10回繰り返せば1ヶ月になるから、うん、3日坊主でいいんだって言って3日でやめてみる、でまた1日休んで3日やってみるとかって、うん、3日坊主でいいじゃんとかって10回やれば1ヶ月だから、そうやって自分を上手にこう裏切ってあげたりとかね、うんうん、脳みそはそれを錯覚するからね、うん、確かに、まあ、今ねおっしゃってるとおり方法いっぱいありますね、うんうん、気づいた、なんか僕これあれだなと思って、あの自分をこう
ね、少しでもいい結果が出たらちょっと褒めてあげるとか、うんうん、あそれもそうだ ね、なんかいいかなと思うんですけど、適材適所に褒めてあげるのは大事だと思う、うん、あとはそういうパートナーと出会うってことだよね、一人で頑張れる人なかなかいないんじゃない、だからその物事のもう少し上手な方や専門的な方とかについていくっていうことも大事だし、うん、いっぱいあると思う、やらないという方法以外たくさん出てくる気がします、うんうん、なので、うん、今回もいぶきさんのこの件に関しては、はい、ほっとかないっす何事もひたむきに頑張れる方法を自分なりではあるかもしれないんですけど、うん、腹決めてやってみていただきたいです、うん、はい、いや素晴らしい、はい、というわけで、うん、今回のポッドキャスト、うん、ほっときゃいいっすよは、はい、うん、ほぼほっとけなかったということで今回これにて、うん、終了でございます、ありがとうございました、ありがとうございました。優しくされた時、自分の小ささを知りました。あなた疑う心はじめ、信じましょう心から、流れゆく日々その中で、変わりゆくもの多すぎて、揺るがないものただ一つ、あなたの思いは変わらない、泣かないで愛しい人よ、悩める喜び感じよう、気がつけば悩んだ場合、あなたを大切に思う、ほら元通り以上だよ、気がつけばほらもう僕の筆の中、あなたに会いたくて会いたくて、あなたに会いたくて会いたくて、夢で会えたら考えすぎて眠れない夜、夢で会えたらどこへ行こうか、あなたがいればどこでもいいよ、会いたくて会いたくて、会いたくて、流れぐ日々、季節は変わる、花咲き散れば元に戻るの、こんな世の中誰を信じて歩いて行こう、手を取ってくれますか。